ドド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 ド
どうも、たくやもいです。今回はですね、ファミマの新商品、今日は紹介させていただきたいと思いまして、こちらでございます。じゃじゃん！もちころもっちぼーるチーということで、今回はこちらのもちころというね、なんだかスイーツなのか、それともね、なんかホットスナックなのかわからないですけども、ちょっとどんなものなのか食べてみたいと思います。僕ね、最初これをね、スナック商品というか、ホットスナック、あったかいさ、唐揚げくんとか入ってるところの商品だと思って行ったらなかったので、いや、売り切れなのかなと思ってスイーツのとこ行ったらありました。だから、スイーツだと思いますけど、食べていきたいと思います。あ、匂いは、ミスドにあるようなこういうの。なんかチーズのこういうやつなかったですか？チーズのボールみたいなやつ。チーズボールみたいな匂いです。触った感じは、ちょっと固めのシュークリームって感じですね。それでは、実食。いただきます。どっちだ？どっちだこれは？わからないです、僕は。これはわからない。あ、味は微味。これはわからないぞ、本当に。え？待ってくれ。僕はこれは、スイーツだ。そう思います。人によっては、パンとかと同じ感じだと思いますね。例えば、まあ、焼きそばパンとかだと比べるとあれですけど、まあ、メロンパンとかと同じジャンルに思う人もいるかもしれません。パンに近いかもしれませんね。しかし、僕はこれはスイーツのジャンルに入ります。なぜかというと、ほんのり甘い。それはなんでだ？それはなんでだと、このパッケージを見ると、レモン香るレアチーズ味って書いてありました。ごちそうさまでした。はい、それでは今回はファミリーマートの新商品もちころを食べさせていただきました。スイーツでとても美味しく食べられました。3つ入りなのでお友達と分け合っても美味しいと思います。中のレアチーズケーキも本当に美味しいですね。レモン少し香ってすごく食べやすいです。皆さんもぜひ食べてみてはどうでしょうか。それではまたお会いしましょう。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひ面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひ、ついでに、こういうの、よいしょ、もういっちゃう。